続いてだよな、はい、だよなで締めれば何でも OK です、はい、ラジオネーム虎のアナル。結局今年も誰にも明けましておめでとう言えずにお正月が終わったんだよな。まあわかるけどね。何ふんって。いやいや、誰お前どうする、実家帰ったの。いや僕な何も帰ってないです。実家帰んないの。冷た男だなお前、そんな顔して。いやいや、いや温かみゼロなの。いやいや、高いんですよ正月飛行機が。いやそれでも帰らない、普通みんな実家帰るじゃん、まあ、高いけど帰るんじゃん。帰る。いやまあそうなんですけど、あんま帰んないですね。じゃあいつ帰んのよ。今でしょ。ですね、ちょっとテレビのリモコンでぶん殴らせて顔を潰せば死ぬって知ってんだよ。ウォーカーでも、まあ、抑えて抑えて。どうぞどうぞ。どうマリコ。テレ朝アナウンサー返しちゃった。もういい加減に返しちゃった。どうちんくん。やめろやめろ、もう2人でやめろ。どうまやし。やめろやめろ。どうぞやめろ。ラジオネームお願いします。えのの妹子。死にたいと思う気持ちは山ほどあるのに、お餅をよく噛んで食べちゃうんだよな。そんな自殺の方法ないだろお前。よく噛んで食べてくださいよ。いや、カブト君はどうなの、お餅まだ無理。まだお餅無理です、ね、無理、はい、じゃあまた正月もあれ、じゃああのフリーズドライのほうれん草食わして。食わしてねえよ、そんなこと。水につけて。そんなことしてません。水味のほうれん草。そんなことはしてません。ほうれん草は食べませんよ。いやせめてお塩ぐらい入れてやったら。いや入れてます、ね、あるでしょ塩ぐらい。別にあります。なんか自家栽培でもな、自家製でも。いやいや、そんな塩を自家製ではやらないですよ。いの、はい、ほうれん草ぐらい食ってんの。ほうれん草は食べれないですけど。ほうれん草食えないの、かわいそう。ほうれん草何食わしてんじゃん。ほうれん草は食べれないってないから食べれないんじゃないんだよ。ないからじゃないよ。買えないでしょ。違う、買えないからじゃなくて。フリーズドライは買えるのよ、うん、買える、うん、それは俺が食べてるから、うんうん、カブト君じゃあお正月何食べたの。お正月らしいもの食べさせてやんないの、かわいそうに。お正月らしいもの、角砂糖は。角砂糖はお正月らしいもんなの。せめて角砂糖2個並べて、上にあれなんか南天の実かなんか乗せて鏡餅みたいにやんねえよ。やるかそんなの。ラジオネーム足草まんじゅうキック、うん、親戚のおじさん話長いけどお年玉くれるから我慢できるんだよな。いや、もう話長いおじさん嫌でしょ、我慢できないよね、さっともらいたいですね、まあ、そうですね、もう確かにね。あげましたよ、めいっ子に。あげたんだ。いくらぐらい渡すんですか。ん、なんでそんな下世話な話。いやいや下世話、いやその夜7時のそういう番組かよ。あなたの年収いくらなんですか。いやいや、そういう意味じゃないですけどね。いやいや、俺の答えでしょ、あなたこそいくらなんですか。しょうもな。いやごめんなさい、ごめんなさい、そういうわけでもなかったんですよ。しょうもな。いや、なんかいくらお金の話。じゃあ他のお年玉いくら入れてるんですか。1万円ぐらい入れてるんですか。いや、そんなに入れてない。じゃあいくらなの。しょうもな。あるよ、ある、そういう番組あるよ。まあまあありますけど。あります。スイッチオン。3人誰だ誰だこの3人は。しょうもな。あるよ、ある。そうですね、ある、そういう番組ある。吉本はやれやすいんですから。知らねえよ、しょうもな。変わってる、変わってる、ここ先は変わってる。全然僕のことじゃない。ラジオネーム油ぎっしゅゆ。川口春奈ちゃんを川口春奈ちゃんのおしっこをトイレに流すのは、お金をドブに捨てることと同じぐらい損なんだよな。わかるー。コーナー変わってて、コーナー送り先違うよ。だよなじゃないですよ。わかるのコーナーじゃない。わかるのコーナー。あ、じゃあわかりません、わかりません。わからない、わかるんだろ、だって。ラジオネーム走り熊。課長にひたすら怒られる初夢を見たんですけど、そもそも俺働いてないんだよ。辛い、働いてないか。妄想課長、妄想課長の妄想説教最悪。ああ、そうね。
金京初説教された？初説教。うん。説教はまだされないの？まだされてないですね、説教。土田さんにも嫌われたみたいで旅行誘われなかったみたいな。もう結構。毎年行ってるんですけどね。もう背水の陣だな、そろそろ。誰もかばってくれない。行ったらしいんですけど、僕誘いがなかったんですよね。ついにだな。ちょっとそっから。孤立無縁だな、お前。いやいやいや、まだ。いやいやいや。兵糧攻めにしてやろう。Day Night Dreamer Live On Air。引き続きだよなーやってますけども、はい、金京お正月どうしてたの？いや僕はもう何にもしなかったです、うん、何にもしなかったの？はい終わり。いやいやラジオネーム油ぎっしゅゆアキレス腱切れたけど好きな女の子のパンティー見てたから結果オーライなんだよな。まあねまあね九死に一生みたいなところだね。そうなの。安田さん排水口は今年はやらなかったの？排水口に潜り込んで女の子のパンツ見るってやつはやらなかったの？あのね一度もないんですよ。あれ僕じゃないんですよね。あれ、まあ、そうなの？はいはいはい、はい、あれ同じ人が2回やってるだけだから。あの2回目の人俺じゃないんですよ。じゃないのね。違う違う違う。なるほど、はい、ラジオネームゲス座は、うん、ピンサロの麦茶ってなんか信用できないんだよな。暗いしな。暗いしな。ああいうとこだものは飲まないよ、俺は。あとはやっぱり飲まないほうがいいよ。滝沢はどうするの、ピンサロは。滝沢？いや、僕滝沢じゃないですよ。え？いや、ボケたんだろ、今。あ、よくある。うん、名前ボケのやつだ。滝沢カレンちゃんでしょ？ああ、滝沢カレンです。ほら通したじゃん今。1月4日でございます。まだやってるよ。まだやってるよ。認めない。私は絶対認めない。認めないよって。あなた認めないよ。それね、ラッパーザキバチョフ。普段は優しいおばあちゃんなのに何食わぬ顔でネズミに踏み殺してるの見ると怖くなるんだよな。あったな。うちの親父も。ネズミとかの罠作っててさ、ネズミが罠に引っかかんのよ、さあそれをさ水の中ボボンチャボンとつけてさ、ネズミを溺死させるのよ、俺もうめちゃめちゃ猟奇的に見えたよ。見えるよね。ちょっとやっぱ2日ぐらい口聞きたくなる。よく2日で済んだね。まあ田舎ってそんなもんだよね。そんなもんだよね。そっか、殺草剤とかね、ネズミ殺す薬とかまいたりね。ネズミの被害が多いからね、田舎米食われたりね。ああそうなんだ。安田さんはそういうの、いやもう俺も飲まないの？そういうの飲まない？え、殺草剤とか飲まないの？俺がですか？俺飲んでたら相当強いよね。強いじゃん、だって本当に。いや飲まないですね。ノーマネーですよ。だからそれこそノーマネーでフィニッシュですか？ノーマネーでフィニッシュです。強いね。ラジオ金行きよ、はい、何ニヤニヤ笑ってるの。いやノーマネーでフィニッシュが面白かったな。面白くねえよそんなに。面白かねえよ別に。ラジオネーム三平、登山用のダウンジャケット買おうとしたら店員に雪山行かれるんですかって聞かれたけど部屋がクソ寒いだけなんだよな。わかるわ。うちの実家とかもう古くてもうおんぼろ屋だからもう風すごいんですよ、もうピュー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 、もうストーブなんて消したらもう息白くなっちゃうし、めちゃくちゃあれだしね。なんかね猫が今居ついててね、おばさんが餌やってっから、ほうほうほう、夜中中泣いてんの、寒いから猫が外いるんだけど、それでもやっぱ家の中入りてえからずーっとはぁって言ってる。俺やっぱ慣れないからさ、おっかないしさ、ね、震えてたよ。2時間、はぁはぁって言うね。怖いね。怖いわ、怖い。で、1月の乾燥してる時期だからさ、急にさ、夜中3時ぐらいさ、わぁ、わぁ、火災発生。火災発生っていう町内放送を流れてさ、で猫が、あああ、めちゃめちゃ怖くない？怖い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 
怖いですね。怖すぎますよ、ね、めちゃめちゃ怖いよ、うん、二度と帰りたくない。いやいや帰りましょうよ。時間ない。帰りましょう。ラジオネーム。えのの妹子。俺がライトセーバー持ったらエロいことに使ってしまうんだよな。ああ、うわな。入れるだろうな、そりゃ。見てごらん、光ってるよ、つってね。ね、ほら、光ってるよ、ほら、つって。ほら、ラジオネーム、かやくん。お客さんすごく怒ってるんだけど、警察呼ぶっつったらすぐおとなしくなるんだよな。そうだけど、逆上するときもあるから気をつけろよ。これ金木も一緒だもんな。こういう、こうだったもんな。あれ、あいつぶん殴ってるとき警察呼ばれたら静かにしてたな、絶対。いや、まあさすがに警察来たらね、静かにしますけど。このラジオ気をつけてくれ。そういう行為があった場合すぐ警察呼ぶから。いや、だから僕は大丈夫です。だから本当に大丈夫です。殴りませんから。いや、本当に殴りません。大丈夫です。いや、殴ったら本当に警察呼んだ上で、警察に逮捕され、警察に手錠つけてもらって、それで金属バットで俺で。いやいやいや、それはそれに捕まりますよ。こっちも捕まえろ。お互い様じゃないですか。そっから俺のね、180日間の逃亡生活が。ロードムービーが。こう、動きたい。新春労働者です。ラジオネームね、妖怪きなこじじ。ラジオのノベルティとアルバイトの不採用通知はいつも大体同じ枚数になるんだよ。優秀なのか優秀じゃないのか。社会不適合は不適合だな。ラジオネームオマットさんでした。葬式の時は寿司じゃなくてピザ食いたいんだよな。いいだろ寿司で。山崎さんのお父さんのお葬式の時だね、うん、寿司持ってこい寿司持ってこいって。寿司食えるからっつってお通夜盛り上がったな。盛り上がったね、確かに、ね。うん、そっちいいっすか、そっちの、そっちのやついいですか。いいですか。はい、お、ちょっと静かせよ。はい、すいません。お母さん笑ってたけど、ラジオネーム起きてるし。風俗店にもアウトレットがあると助かるんだよな。ブズ分かるの。さあ、という、あ、これ忘れてた。来月からどうしようか。来週からね、メール、この、このコーナーの時間。だから安田と金木を、ね、お前も書いてこい。だから、僕もこういうコーナーどうですかつって、はい。それでダメだったらまた福田も参戦だ。いや、嫌な顔すんのおかしいですね。そうなんですよ。安田と金木を、ね、安田さんね、だから新コーナー書いてこい。はい、わかりました。いい？はい。ダメだったやつは、死刑。続いてだよな、はい、だよなー、だよなーで締めれば何でも OK でございます。お願いいたします。はい、ラジオネーム、まあこれは結構フリートークのチャンスも多いですから、金子さん、はい、出番のチャンスですよ。わかりました、お願いいたします。もうわかりましたっていう時の顔がもう芸人のそれじゃないよ。もうパネルクイズ25の1枚もパネルが取れてない参加者の顔なのよ。もっとね、渡辺篤さんぐらい余裕を持ってね。そうです、そうです、それぐらいやっぱ分かりました、分かりました、分かりました。1枚も早押しで勝てない人の顔なのよ。ラジオネーム走り熊。今日もずっとお部屋の中にいるのに一応天気確認しちゃうんだよな。わかるね、これね。全然家出ねえのに雨だったらなんかし、あ、めんどくせえな外出るんだからね。そうですね、ニート特有の。もうずっとそうだったな、大手橋住んでる頃。あ、やばいな、これ今日外出なくていいかーって。一日、もう一週間の予定って言ったら安田さんと月曜日に酒飲みに行くだけって。あったね。あったね。めちゃくちゃ予定がなかったな、あの頃。それでも雨降ったら行きたくなくなるんだもん。そうですよね。確かにね。で、俺が誘ったらね、めんどくせえ感じで来たもん。何にもね。一週間それしか予定がないのね。いやー、ラジオネーム。
論より証拠の大ライス。ポテトチップスのカスだと思って食べようと思ったらフケだったんだよな。ないよそんなこと。今時、今時そんなフケまみれのやつ見ねえだろう。シャンプーもいいし、みんな頑張れよ。ポテトチップスのカスだと思ったらフケとかないから。気をつけろ。最近はすごいのか、フケは。僕はフケはないですね。ないの、はい、うん、でも髪が長いから結構出そうだけどね。そうですね、いやだいぶちょっとね、もさもさしてますけど、まあでも大概僕、はい、おい福田、お前だけでも笑ってやれ。なんで福田まで笑わない一味に入ってんだよ。, 笑わない一味ってなんだよ。, 笑わせろ。本当にラジコネームブラザーフットオブスティール。男性が生まれて初めて出会う化け物は自分の祈祷だよな。そんな多いの思わないだろ別に。全然あんなもん。ラジオネーム葉脈。草ばっかり食ってるからお通じいいんだよな。そうかね。ラジオネーム謎解きポテト。タウンワークをいくら読み漁っても可愛い女性のアナルをペロッとひと舐めするバイトの詳細は載ってないんだよな。いつだろうな、俺も中学生ぐらいまでは電話帳を見て興奮覚えてたね。電話帳で、うんうん、電話帳見て、ほらだって同級生とかの女の子の名前が、はいはいはい、ね、同級生の実家が載ってたらちょっとドキッとしたしね。ちょっとなんか産婦人科みたいな、え、ここ産婦人科だったんですか、かーいったなんて、かーいったなってなってたんだ。なんか純朴だったね、うん、なんかほらランジェリーショップとかさ、おあるじゃない、下着専門、まあまあありますよね、うん。見つけたなぁと思ってね、めちゃくちゃ。あ、そう、うん、レディースクリニック。近く行ったらなんか窓から覗けんじゃないかな。レディースクリニックから出てくる女性の顔を見たいとか。同級生行ってねえかなとか。最高に行かれてる。ちょっとやばいやばい。今今なんかやべやべ、本番中に申し訳ない。こんなパーソナリティ失格だね、本当にこれ。本番中に想像して勃起なしようなんて。レディースクリニックではちょっとまずいね。いやまずいっすよ。今もうやばい。痛い痛い。痛い痛い。え、何向けてないよ、まだ。続いてはダヨナー。最後に、ダヨナーで締めれば何でも OK です。うん、ラジオネーム。ベネットは静かに暮らしたい。コップのフチ子さんをチンコの縁にかけても面白くないんだよな。チンコの縁ってな、どこなんだよ。カリとか。ラジオネームラッパーザキバチョフ。旅の恥は書き捨てって言うけど、旅行先で俺が全裸で踊ってた写真はネットに残り続けてるんだよな。ネットって怖いね。怖いです、うん、そっか。そんなはしゃがない。金清って裸であんま踊ったりしないね。裸で踊ったりは、僕は裸すっぱだかでなんかごぼうとか持って踊ってそうだけどね、イメージ的には。うん、すっぱだかで、うん、あ、そうですか、うん、そういうのしないな、あんまり。そうですね、裸芸みたいなのあんまないないね、はい、見つけた方がいいんじゃない、面白そう。裸芸ですね、裸芸メモするな、メモする、はい、わかんない、どうなるか、はい、ラジオに気持ち。ブスに不機嫌な態度を取られるとこっちまでイライラしてくるんだよな。お互い様だよね、ブスと思うところ ね、 そうですね、お互いがイライラしてラジオネームにも息子がニートになっちゃって悲しいっていう親がいるけど、うちは家族全員ニートなんだよな。どうしてんだよ、どうしてんだよ、すげえな、めちゃくちゃ金持ちなのかな。
大事なんか怖いね、鬼が出るからみたいなね、なんか昔話とかならありそう。安田さんとこもでもほぼそうか、全員ニートみたいなもんだよね。全員ニート、僕は違いますから、ね、子供働いてないでしょ、まだ、あ、うちニートでしょ、ニートです、ニートです、めちゃめちゃニートだもん、ね、まあ、2歳ですからね、何してんの、いやアンパンマン、働きもせずアンパンマンばっかり見てます、オタクだね、アンパンマンオタクだ、大体でも通常の2歳ですけどねご飯食べて、ね、飯食って、はい、親のすねかじってアンパンマンアンパンマンつって、そうですね、気をつけた方がいいよ、すげえ普通だと思うけどねラジオネームおまっとさんでした。プリクラでチンコ取っても大きくならないんだよな目はね、あんな大きくなるのに、どうなんすかね、まあ、やると怒られるんだろうけど、実際機能的にはどうなんすかね、そうなんすね、でも比較するものがだからこうないとね、そうか、うん、チンコを目に見立てりゃいいんでしょうね、まあそういうことですよね、黒く塗ってまつげから、うん、そしたらブッと大きくなる、はいはい、どういうシステムわかんないですけどねラジオネームベネットは静かに暮らしたい。所さんは金いっぱい持ってるからあのスタイルの生活が許されるのであって、俺があれやってたら親父からぶん殴られちゃうんだよな当たり前だろ所さんは大人だしあげちゃう、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 一旦ブレイク、続いてはだよなだよなで締めれば何でも OK です、うん、このコーナーも随分あれですけど、また変えてもいいですけどね、別にね、うんうん、まあ、何でも OK のコーナーにね、はい、ちょっと歌がね歌えないんで、まあ替え歌ができるでしょ、替え歌できる、替え歌以外になんかまたちょっとやろうかな、おうちょっとやっぱそろそろ美声を聞かせたいから、聞かせたい、ああ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 コーナー織り交ぜてやっております、はい、歌のコーナーなんかないの、なんかできないの、いやどうなんでしょうね、やっぱ替え歌が使えないので、替え歌、まあまあ自作の曲で、そうですね、ラップだね、じゃあラップ、ラップとかじゃないですか、ね、ラップ、ラップなんかできないやらなきゃいけないですよそう、字面で書いてあるから、だってあれだもん、アリラップフェスもう近づいてるからそれだから毎年言ってるけど全然開催されないから何がちゃんと本当にできる人連れてくればさできるね、うちいないのラップできるやつ、ラップできる人ちゃんと、アリラップフェス参加メンバー、でも結構若手だったらいるんじゃない、どうなん、そういう芸人呼んでこいよ、お前クソみたいな、お前アイデンティティの三浦ってやつが中途半端だろ、そんなもん、まあ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 、そうですね、もう本当ゴリゴリのよ、ゴリゴリのもうキングギドラみたいなキングギドラみたいなとか、マルコシアスバンプじゃなくてなんだっけ、ラップっつったな、わかんない、全然わかんないラップっつったな、MC ハマか、まあ、なんか芸人とかで言ったら大の字のオーチみたいな感じでしょ、ああいうぐらい、あ、まあまあちゃんとできる人だったらできるけど、その人に別にその人出なくていいから、俺が教わりゃいいからその人は出なくてね、うん、教わってってことですか、なんか考えてこいよ、そうですね、そうですねっつって相槌ばっか打ってんじゃねえよアイデア出せよバカお前ら、おい、はい、帰ってこい、嫌なやつだっつったねよ、嫌なやつ、すごいハゲジジイ、いや、まあ否めないですけどハゲっつった時高井さんもちょっと反応するだろう、だから、まあ、本当だ、ハゲてますね、ハゲでもジジイでも反応するから、一人ハゲジジイだから、一人ハゲジジイ本当にだよな、はい、お願いします、ラジオネーム足草まんじゅうキック、俺の人生 NG ばっかりなのに誰もカットって言ってくれないんだよなNG なの続けそうだね、辛いな、ラジオネームカニクリームコロスケ、ブラスバンドは野球部を応援するのに野球部はブラスバンド応援しないんだよなそりゃそうだよまあね、応援団じゃないもんね、確かに、うんうん、ブラスバンド部ね、なるほどね、ラジオの応援歌ファン、帰る場所が土しかないんだよな寂しいこと言うなよ、しかも
外国じゃないから土葬じゃないからな。お前の帰る場所は焼き場だぞ。焼却炉だから。あれ焼却炉って言わないよ。火葬場。火葬場ね。ラジオにもこ。人に道を尋ねても途中からほとんど聞いてないんだよな。あ、もう途中で鬱陶しくなるよね。長くなる。あ、はいはいはい、はい、右行って左、はいはいぐらいでもう終わってるよね。そこで聞こうって思ってるから。続いてはだよな。はい。だよなです。締めれば何でも OK です。はい。このコーナーも随分長いですか、ね、長いですね。そろそろね。あ、そうなんですか。いや別にやってもいいんですけど。でもなんかいっぱい来てるんでしょ。いっぱい来てます、うん、何でもいいですから、はい、何でもいいからね、いっぱい来ます。ラジオネーム高岩ボム。島耕作シリーズの本を読むと目が合った女とやれる気がするんだよな。これ分かるに送ってくれねえかな。確かにね。そうですね。まあね、島耕作ね。島耕作の映画も、園子温監督の映画もいやらしいですね。うん、なんか生々しくてね、うん、ああ。ラジオネーム。前略、ユニットバス。死にたいんじゃなくて、生きてたくないんだよな。まあね。勝手にしてくれ、もうそんな、もうネガティブをメールで送って読ませて、なんか同情してもらおうみたいな考えやめた方がいいよ。もっと、もうちょっとポジティブに生きた方がいい。もうダサい。人嫌い。人生つまんない。日本しょうもないって言ってんの。しょうもねえ、お前が。もう生きなさいよ、どうせ生きるんだから頑張って。そうですね。めちゃめちゃ兄貴っぽいな。うん、それ言わなきゃいいのに。え？それ言わなきゃかっこいいのに。ラジオネーム、サナダマル。あ、間違えた。サナダムシ。ね、そこまで何？ラジオネーム。ラジオネーム、サナダムシ。あ、まあ、そうだ。カニの簡単な剥き方教えてもらったけど、食べる予定がないんだよな。わかるわ。こうやったら、ポンとカニの肉がポンと出ますよ、なんてやるけどね。あ、いいよ別にそんな食わねえし。肉派ですかやっぱり。やっぱり肉派ですかね。エビとカニだとどっちがいいですか。僕は甲殻類がそうでもないんですよ。アレルギーなんで。ああ、トモ食いになっちゃうか。なトモ食いじゃないですけど、基本的にアレルギーだから、うん、あんまり。あと面倒くさいっていうのもあります。やっぱ肉の方が話し弾まねえな、甲殻類アレルギーじゃ。怒られた。ラジオネームピーマックス。風俗嬢に職業聞かれて公務員って嘘ついちゃうのが俺の可愛いとこなんだよな。これよくあるね。よくあったな昔な。うん、マッコイサイ、マッコイサイトと風俗行ってる頃、結構おもちゃ屋の、おもちゃ屋の店長だっていう嘘ついてた。ガーって笑ってたけど全然笑えなかった。みんな嘘つくよね。なんとなくね。そうですか。ラジオネーム、タクヨシロ。わざわざ話、いや、そうつってよく言ってたじゃん、風俗。いや、言ってたけど、嘘は僕あんま嘘つかないですからね。だから P2C っていう、P2C で、P2C っていう会員証を持ってて、これ何 P2C って言ったら、ペロペロクラブだよ、つって。そうですよ。それの、あれです、ゴールド会員です、ね。ゴールド会員持ってた、すごいね。常連さん入りまーすって言われましたからね。下北沢のサテンボールとか言ってたよ。ノッチさんと一緒にコンビであんなところの風俗行ってんのに、はい、安田さんしかいなかったよ。違います。もっとダチョウクラブの南部さんとすれ違ったんです階段で。ラジオのタクヨシロ。わざわざ話しかけても無視される。若者の俺離れが深刻なんだよな。知らねえよ俺離れ。若者だけじゃねえだろ。続いてだよな、ダウナーみたいな言い方でやっております、はい、ダヨナー、はい、ダヨナーがついてれば何でも OK でございます、うん、このコーナーはねちょっと長いんでもうちょっと短めにしたいところでございます、うん、なんかいいコーナー考えてくださいよ、はい、お前がな。いや俺考えてますね今日も。ちょっとだろうな。はいはいはい、やっぱりクソ野郎。後ほどね、の後ほど、後ほどじゃねえんだよ。お楽しみにじゃねえんだよクソ野郎。
すげえ言ってくるな。何やの。すげえ言ってくるよな。このコーナーを考えるくだりのやつですげえ言ってくるよな。それ仕事サボってる人間には俺厳しいから。全盛期の IVS だってこんな厳しくないと。怖い人たちが集まってた事務所ね。はい。ラジオネーム応援歌ファン。AV の長文のレビューは書けるのに履歴書書く気にならないんだよな。書け書け、それ簡単だろお前。ラジオネーム走り熊。毎日毎日俺の家のポストに空き缶が入ってるけど、もしかしたら新垣優ちゃんの飲みかけかもしれないから捨てられないんだよな。ねえから捨てろ本当に。俺のしょんべん入ってるぞ本当に。それはダメですけどね。それはそれでダメですけどね。誰が好きなんだっけ安田さんって。僕ですか。僕はだ不謹慎和江さんです。ああ、そうだ、不謹慎和江ね。不謹慎和江じゃないです、不謹慎和江、不謹慎和江さんです。いやもうそうですよ、ね、だからみんな世の中はねマシャロスマシャロスなんて言ってましたけど、うん、僕はフキロスですからね。フキロスうるさいね。うるさいね。俺もやっぱりあれですよ、北川景子ロスですよ。ああそっかそっか、北川景子ロス、北川景子ロス、ロス疑惑。違う、そうなると三浦になっちゃうけどね。ロス疑惑になっちゃう。あのさ、古いのよ。お前だよ。全部。違う、オタクオタク。いや、ほんと、いい加減してよ。いや、オタクよ。俺も古い人がいるから古い人を笑わせようと思って古い話題してだから。そんなことない。もっと若手のアシスタントにはもっと若い話題するんだ、俺は。人のせいって、人のせいおじさんを笑わせてやろうと思うから古いロス疑惑とか言って笑わせようとしてんだろ。ほんと、いい加減してくれよ、ほんとに。ずるいよ、それ人のせい。そうなんです、山本さん。いや、笑わねえよ、そんなの。いい加減してくれよ、ほんとに。ダメよ、ほんと。こんなの。くよ、もう、新しい話題しようよ。してください、お願いします。ラジオネーム、PMAX。殴った私の心も痛いんだよってセリフ。せめてね、メリケンサック外してから言ってほしいんだよな。メリケンサックな。勝ったな、中学生の時、メリケンサック。ぶん殴ってやろうと思ったから人今思って怖いよね。怖いですね、あんなもんで人ぶん殴ろうとしてそうですね。しかも売ってたんですかね。売ってましたよ普通に、ね、結構ね、うん、ラジオネームスチールマン。ハンターハンターが完結する前に俺が死にそうなんだよな。そうだろうね、絶対間に合わないと思うよ、うん、我々がハンターハンターの最終回を見ることはできないと思うよ、相当乱暴な終わらせ方以外は。うん、来週全てが夢だったで終わるしかない。夢落ちで、夢落ちしかない。ラジオネームラッパーザキバチョフ。女の演歌歌手の普段着見るとなんか勃起しちゃうんだよな。する坂本冬美さんのポケットのところの刺繍が入ったジーパンでしょ。結構アルマーニ的なジーパン履いてる坂本冬美さんのちょっと、まあ確かに私服エロいよね。わかるわかる。あ、日本髪みたいにしてるやつパーッとロングにしてる感じの坂本冬美さん、エロいよね。わかるわかる。わかるー、ここで出ちゃいました、ね。ここで出るだろ、いつも。わかるのコーナーにまともなの送ってこないから。こういうところで隙見て見つけちゃうだろ、俺が勝手に。スキーボッキだよ。ラジオ阿佐ヶ谷のブス。病弱だけどデブだから誰も心配してくれないんだよな。逆の心配もあるからね、太ってっから大丈夫かっていう心配はあるよね、うん、結構なかなか大変ですけどね。やってんでしたっけ人間ドック。言ってんだ、人間ドックとか健康診断ですけどね。 あと胃カメラもこの間飲みましたけど。犬小屋入って、犬小屋犬小屋って言いました俺。人間ドッグ。違う違う、ドッグじゃねえ。で人間ドッグではないですけど、胃カメラ。内館牧子と一緒の人間ドッグだろお前。ゴーゴースデイナイトドリーマーライブオンエア。さあ引き続きダヨナーをちょっとやりつつかなとか思ってますけど、はい、ラジオの阿佐ヶ谷のブス、うん、ああ読みましたね、さっきのデブねやつだったね、うん、ごめんね、ごめんね。真摯にね謝ってます、ラジオにはオフサイドトラップ、
リニアモーターカーが開通するとか言ってるけど、俺はそんなに急ぐ必要もないんだよな。新幹線で十分だっていうね。確かに。言うなそんなこと。一生懸命やってんだから。月行く必要ねえし、とかね。ね一生懸命ね、やってんのに。宇宙の謎ってどうでもいいとか。ラジオネーム応援歌ファン。卒業アルバムに書いた、お金持ちになって働かないで暮らすって夢、半分叶ってるから幸せなんだよな。働かないってことはね。親死んだら一発アウトだぞこんな生活。白氷の上だぞ、それ、お前の生活は。お母さんお父さん死んだら一発アウトだぞ。ラジオネームグドンなグドン。安田さんの息子に言ったんだ今。は？安田さんの息子に言ってやったんだ。うちの息子まだ2歳。親に甘えてよ。いや2歳半だから全然甘えてもらって構いませんけど。親を頼りにしてたら一発アウト。全然いいですよ、抱っこ抱っこって言ってもらって大丈夫ですから。抱っこ。内立真紀子さん。人間ドックね。人間ドックこと内立真紀子と安田和弘。違うやつです。大丈夫？違うよ。ダメよ。うるさいんだよ。黙れよ。ラジオネーム黙れってな。グドンなグドン、はい。ペニスの正しい発音は、ペナスっていうのが、俺の持ってる唯一の豆知識なんだよな。役に立つぜ。だったね。ペナス。そうなんだよ。そうなんだ。結構昼なんですやってる時、川北麻衣子があの子帰国子女、ニューヨークの帰国子女から、あの、正しい発音を教えてくれるの結構 CM 中とか。はい、あれ面白いんだな。はい、I'm not sure to make it. ただ下ネタ全然やってくれないからつまらないよね。ちょっと今度やってみよう。ペナスって言ったら、ちょっとって言うかどうか、ちょっと。ペナス私のピーナスピーナッツっぽいもんね、なんかね、ちょっとね。マイピーナスうるさいね、何回言ってんだよ気に入っちゃってんじゃねえか。まあ以上にしておきましょうかね。続いてだよなだよなで締めれば何でも OK でございます、はい、どうしましょうね。新コーナーを考えてますからね。何かを消して何かを始めなければ。ああ、なるほど。これがね、やっぱり破壊なくして創造なしでございます。まあ名言でしたね、橋本真也さん。これは名言でございますけどね、はい、まあだから何が今あるかな。サム・スミスも悪く、そろそろどうなの、まあまあ、サム・スミスと話したくないと。まあダヨナーがちょっと今ちょっと謎かな、うん、です。続いてグドンなグドン、あ、ごめんなさい、ラジオネームグドンなグドン、はい、紙コップが捨ててあると兼用カップも知れないからとりあえず持ち帰るんだよな。好きだなお前は。誰のかが重要だろ。いやそこじゃないけどね、そこじゃないけどね。いや誰のでもいいって言うんだったら、それはもう俺なんかよりも随分上の位にレベルにいる人だけど ね。もうレベル5ぐらいにいる人だけどさ、ね、俺レベル3ぐらいにはいるからね。誰のかがもう分かれば、それはね、持って帰りますよ、それは。持って帰るよ、宣言。ラジオネーム、東北名物。でも泥棒にはなりたくないっていうのあるよ。それはちゃんと お持ち帰りくださいとかね、はいはい。ちゃんと書いてあったらよ。ご自由にって書いてあったらよ。書いてあるんですか。書いてあったら持って帰る。紙コップに。そうだね。ラジオネーム、東北名物。調剤薬局で薬剤師に、周りに聞こえるでかい声で、本日は味ですかって聞かれると興奮するんだよな。うん。まだまだだな。ラジオネーム、すまたまたぞ。三股またぞみたいで気持ち悪いな、俺。なんだよ、こいつ。完全にそうです。腹立つな。完全にそういう。なんだ、ごめん。ラジオネーム。なんだ、すまたまたぞって腹立つな。なんだよ。三股じゃないんだからよ。顔が小さい人は褒められるのに、金玉が小さい俺は褒められないんだよな。
金玉が小さいってあんまりピンとこないね。あんまり でかいっていうのはあるけどね。うん、そうどっちがいいんだろうね、金玉。でかい方がいいのかね、結局そういうものを作るところだからね。そうなんですかね。うん、でもでかいからっていっぱい出るわけじゃないしね、金玉がでかいからっていっぱい出るわけじゃないし。じじいになればもうめちゃめちゃでかい人いるよね、垂れ下がっちゃって。すごいね。張りがないね。うそうですよね、うん。そうですか。安田さん、まあ、汚いよな、汚いやな。安田さんの金玉そんなに見したことないですけどね。絶対触りたくないと思ったもんな。いや見たとき触らなくて見たとき見たの見たときそんな見てたの見てないやめてたよ三松さんじゃないんだから見たときだよ、ね、ラジオネーム気持ち椅子に画鋲置かれるいじめ食らってたけどアナルに刺さったときちょっと気持ちよかったんだよな。これはもう完全にその妄想だね、うん、実体験から来てるもんじゃないね、はいはいはい、これは全然、まあ、そんな全然あの気持ちよくないからそんなの、はい、あそんな尖った先の尖ったりって細いもん無理ですよ。もうちょっと先が丸くて太いもんじゃないとなかなかその入ってきませんからやられたことがあるんですかラジオネームサナダムシ、あ、安ダムシかな、あ違うサナダムシだななんで言い直してんだよ、ね、サナダムシだな、何だろうサナダムシ、ティッシュがないから新聞紙でチンコ拭くんだよな。わかるな、これ。ヒッチハイクしてるときやっぱトイレットペーパーとかティッシュペーパーってそんなないからね、持ってないからやっぱいろんなもんで拭いてきたよね。まあ、最終的に手で拭くんだけどね。そうなっちゃうんだ。そこまでの戦いがやっぱり。なかなかあるぞ。手で行くまでの葛藤がなかなか長いんですよね。葉っぱで拭いたりね、ガッサガサの紙で拭いたりね、していきますけど、最終的には手で拭いてしまいますね。ねえ。ラジオネーム、こうちゃん。マラソン大会、球技大会、写生大会はあるのに、クイズ大会はやってくれないんだよな。あるところもあるだろうけどね。ちょっとクイズ研究会みたいな奴らがいるところではやってそうだけどね。やってそうですけどね。うん、クイズね、なるほどね。そうか、ラジオネームね、クイズ得意？クイズ、いや、どうかな、そうでもないかもしれないな。チャージャン！お、はい。ヤギ。ヤギに似た動物といえば、羊。ピボン。得意だわ。俺得意。俺クイズ得意だわ。聞いてる方、よろしくお願いします。サービス問題だ。ここ営業の場じゃないから、やめてください、そういう。営業行為。自分がクイズ得意ですから、おね、仕事くださいみたいな。やめてください、そんな個人的な行為。ダメですよ、それ。今ので来ますかね今ので来たらいいですけど。ラジオネーム、江頭3時10分前。風俗嬢にお仕事何ですかって聞かれると、ついつい親会社の名前出しちゃうんだよな。下請けだからね、そうなのか。そうだよな。なんか、結構芸人の後輩とかで挨拶来るときってね、うん、結構、太田プロダクションの安田ですとか、はいはいはい、吉本クリエイティブエージェンシーの安田ですとか、はいはいはい、人力車の安田ですとかさ、はい、事務所の名前しっかり言う挨拶してくんのよ、はい、みんな結構ね、はい、したことないよね、ないですね、ないよね、そんなのね、太田プロダクションの安田ですなんて言わないよね、会社しょったことがないですよ、ないよね、その気持ちが一回もないから、デンジャースの安田ですとかね、そう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 、いや結構なんか今時の子それ会社の名前バーって言ってさ、なんかさ、ああ、やっぱ変わってきたなぁと思ってさ、そういうのあるんだなぁと思って、確かに不思議だよね。一旦ブレイクします。続いてはダヨナー。ダウナーの発音と一緒ですね。はい、最後にダヨナーで締めれば何でも OK です。はい、ちょっと、このコーナー、まあ、結構続いてますけどね、うん、ちょっとやっぱなんか、替え歌とかなくなったからね、ちょっとなんかこう、はいはいはい、なんかノリのいいコーナーやりたいよね。ちょっとこのダウナー気味のやつ。じゃなくてアッパー系のアッパー系のやつやりてえなみたいな、でも今回はちょっとそういうのも、あ、そう、はい、プレゼンであるかもしれませんけど、あ、嬉しいね、はい、もしかしたらそ美声がこう、あ、そう、もしかしたらですけど、あ、嬉しいな、はぁーれたっそな、あ、それになるとちょっと違うかもしれませんそんな感じのあれだとラジオ、あ、いいよ、ラジオネーム、重度のチョコレート中毒。好きなことを仕事にした方がいいって言うけど、俺が好きなことって法律的にグレーなことばっかなんだよな。うわ、めちゃめちゃかっこつけてんじゃんめちゃめちゃダサくない？
こう、もう本当やめた方がいいよ、こういう思春期みたいなこと言ってんの。俺が好きなこと結構なんでも犯罪系なんだよな。ちょっとグレーゾーンなんだよな。めちゃめちゃダサいじゃん。久々にこんなダサいやつ見たぜ。超ダセー、超ダセーだね。わー震えた。新コーナーですか。わー震えた。いや新コーナーなんだ。こんなもんずっと聞いてたら俺鳥肌立って吐いちゃうよ。ねえラジオネーム、マジ。俺が好きなことって法律的にグレーなことばっかなんだよな。ダサッ。ラジオネーム片山真也隆、ゴリゴリの格闘家が実はスイート男子、ごめんなさい、ゴリゴリの格闘家が実はスイーツ男子っていうギャップ、正直飽きてきてるんだよな。的場さんとかね、 あと元大野国さんとかね、はいはいはい、柴田山親方ですか、ゲームね、人たちがスイーツ好きだっていうね、はい、この前ひろゆき村って番組が最終回の収録とかやってて、ほうほうほう、なんかいつの間にか的場さん結構あの番組のレギュラーで出ててくれて、結構まあ楽屋裏とかでも結構話してたりとかしてて、最終回だったからなんか俺そんな交換山口の交換とかしないんだけど、的場さん、お村長って言うけど、村長ちょっと電話あれ交換しようよって、あはい、俺の電話帳怖い人ばっかりだよね。相川さんとか、あっこさんとか、相川さんとか、的場さんとか、最近電話交換したの怖い人ばっかりだよ俺。ビクビクするわ電話が鳴るたびに。怖いわ本当に。ラジオネーム、君の笑顔に花束をあげたい。うるせえよ。30なのに指をしゃぶってしまう癖が抜けないんだけど、朝起きるとアナルにも指が入ってんだよな。気をつけろよ、本当に。あんまり入れないんだぞ。舐めちゃうから、それ。気づかないで。ラジオネーム、織物シート軍艦。自分のコンプレックスが声でしたっていう声優を見るといや顔だろって言いたくなるんだよな。やめなさいよ本当に。いろいろ人それぞれだからね、コンプレックスはね。そうですよ、いや顎だろとかね。結構なんか目元が、目がね、ちょっとなんかあんま好きやね、ちっちゃくて、いや顎あるね、いろいろね。ラジオネームオメガ、1日1回オナニーしてティッシュを5枚使う生活を70年続けると12万7750枚ということが分かってびっくりしたんだよな。俺そういうのびっくりしない系なんだよな。ねえ、なんかなピンとこない、時間に直すと3万2000時間、なんと、うん、東京ドーム16個分です、うん、はピンとこないんですよ、ね、ピンとこない、ね、確かに。安田さんの、安田さんの月収分ですとか言われるとね、わかるけどね。あ、まあ金額で言うとですよ、うん、はいはい、まあサラリーマンぐらいだろうとかさ。何歳ぐらいのサラリーマンかって言われるのありますけど、新卒だよ。ラジオネーム少な、ケツダシ、頑張るな、頑張らないかも。ラジオネームケツダシエッフェルト、はい、どんなに健康を気を使っても毎年風俗で何かしらもらっちゃうんだよな。気をつけてくださいよ、ね、そればっかりはもうね、風邪みたいなもんですから、うん、どんなに気をつけてもらうもんですよ。ラジオネーム青リンゴ、口内炎ができた時ね、乳首かと思って舐め回しちゃうんだよな。いや、舐め回さないだろ本当は。口内炎ができたら乳首かなと思って舐め回さないだろ。痛いだろ。ラジオネームガトリングマイスター、俺金髪でピアスしてんだけど出身島根県なんだよな。いいよ別に、いいよ別に、
江住真紀子さんも島根県だし。あ、そうなんだ。そうです。いいよ、別に。いいんですよ。金髪でピアスして。島根だ。島根のくせになんて思いませんよ。思いませんから。大丈夫。思いません、そんなこと。大丈夫ですから。安田さんの方が腹立つよね。東京の江戸川出身なのに。うん、ね、うん、なんだっけ、橋田壽賀子かって。いや、違うわ。だから、さっきのメールでピンときた、本当に。なんか、おばさんの髪型だな、つってたけど、やっぱピンときた。橋田壽賀子さんの髪型だもんね。いや、だ今でしょ今のあれでしょ、何もつけてないでしょ、今。風呂入ってきたから。やっぱり、ちょっと意識する？壽賀子さんを壽賀子さんってなんで意識しませんよ。全然意識しません。俺でもスナック出すなら菅子だな。そうなの、うん、スナック出すなら菅子、菅子、喫茶菅子、うん、スナック菅子、紫の看板めちゃめちゃ抜きあり抜きありラジオネームね、ちゃんさく違法じゃん。俺がもしロシア人だったら多分名前はシコルスキーなんだよな。まあそうだろうね。うん、そこの地方に多い名前あるもんね。はいはいはい。なんかミハエルビッチとか、ね、ミロシェビッチとか、ね、あの辺が多い国とかいろいろありますよね。そういう意味では日本人は多様ですよね。うん、結構名前が多いもんな。中国とかも結構限られてるね。陳さんか、ワンさんか、リンさんか。まあでもそうなんですかね。なんかね、多いよね。やっぱりね。うん、いや、ちょっと政治的な問題話しちゃったな。一旦ブレイクします。そうでもないですよ。